はい、どうぞ、こんにちは、のほです。今回はですね、2日目第1戦目ということで、今ね、撮影に来たんですが、孫悟空 SH を使っていきたいと思います。さあ、悟空 SH なんですが、まあ性能としてはこんな感じで、結構強いんじゃないかな。固定戦闘力とかつくし、パワーとか上がるし、まあなかなか使いやすい感じではあると思います。はい、デッキはこんなんで行ってみたいなと思います。ドラゴンボールスーパースーパーヒーローのバージョンの悟空なんですけど、セリフ、おお、すっげえ、何これ、ベジータ戦の悟空のポーズだね。いいんじゃない、ちょっと見た目がね、かなり綺麗だねって。はい、デジタル化したところ初めて見たけど、めちゃくちゃ綺麗。後ろのさ、悟空の悟っていう文字がね、見えてるのがね、めちゃくちゃいい。バトルアプリの発動ラウンド決定だ。おー、かっこいい、素晴らしい。ただここはこうなんだ。そこだけなんかちょっとダサいな。まあまあ、とりあえず悟空さんは、スーパーヒーローのね、キャラクターで、まあ我らが主人公ですよ。多分次の段でブルーになるのかなって感じするんですけど、今回は戦闘力制限じゃなくて、もうピン刺し使っていこうかなと思います。で、エナジー4個で究極バースト持ちなんで、まあ、それも結構いいかなと。で、今回やりたいこととしては、あー、もうこれ多分無理だけど。いや、待てよ、引き消しいない、これなんだろう、2キルか。いやー、まあどちらにせよきつそうだな。で、今回やりたいのはこれ、フリーザで53万戦闘力出したら、その53万分戦闘力でパワーアップ、このコンボをやっていきたい。まあライバル関係というかね、因果関係にあるキャラなんですけど、相性はいいというね。はい、皮肉、相手の敵の封印が解ける仕組みなんだ。可愛いね。不要なチームには消えてもらうから。不要なチームには消えてもらうから、あとはよろしく。さあ、アイオスがもう単純になんかもう強キャラ感すごくて好きなんだけど、はい、相手多分悟空炎はないと踏んだんだろうね。悟空対策がないです。キーストもない。まあとりあえず最初パワー吸って、なんならメテを投げて、あ、意外と耐えられそうだわ。で、悟空がパワーアップ、これ永続なんだよね。あ、ガードも一緒に上がるのか。あ、じゃあこれ53万出したら53万パワーガードが上がるっていうことでいいのかな。めちゃくちゃ強いじゃんそれ。で、さらには記録消費の戦闘力上昇率も永続でアップするんですけど、これはまあね、何倍までいくのか分かんないね。あ、ちなみにこれサポーターにした時だったわ、ごめん、アタッカーだと思ってたわ。じゃあこうだね。したらこんな感じかな。どうせ戦闘力出せないかな。まあ取れたら先行取りたい。あー、まあさすがにきつい。あ、ミスった、ごめん、ご飯いいんじゃん。うわ、忘れてた。よし、あー、ご飯いいの忘れてた。うわ、ご飯いいの忘れてたわ。なんで忘れてたんだろう。ほらね、またやっちゃったでしょ。ほら、やっちゃったよ、それ。これ、悟空じゃなくて、アバター出さなきゃよかったのに。完全にやらかしてるでしょ？こういうのは多いんすよね。あ、待って、発動しない？来た！相手のパワー2枚いってない。あー、よかった。よかった。さあ、プレイングミス1回回避。さあ、今の危なかったですね。相手のパワーが2枚いってなかったから、よかった。さあ、ここはちょっと止めていきたいですけどもね。ビジムがかなり変わってます。さあ、2回目。ああ、全然ダメだわ、こんなずれる。てか、気絶したわ。うわー、もうめんどくさい、マジで。防衛バトル発生。いやー、まあメテオはどうせ投げないからいっか。投げたらやばいもんね。ああ、ナイスミラクル。ただポルンガがないんだよね。さあ、悟空2が4000固定持ってます。
はい、オッケー。ブルーには入らないね。いや、ミラクル出やすいな。よいしょ。はいはいはい、でかいでかいでかい。2000アップ止めたのはでかすぎ。いやはや、これはでも結構きついかも。はいはいはい、まずは第3形態、でこっからっすね。まあサイヤマンいるんでテレスラしても意味ないんだけど、ああまあテレスラちょっとダメだった。でターレスで起きて、はい、いいんじゃない。ラウンド2で相手が7000制限使ってこないと多分先行相手取れないと思うんだけど、どうなんでしょうか。領域も切られたからそれも良かったし、案外良かったかもしれない。でヒューで半分にして、このラウンドはもう受け手に回った方がいいんかな。フリーザー出したいでしょ。ちなみに悟空ってこれさ毎回発動するんだね。じゃあサポーターにする限り毎回毎回パワーとか上がっていくのかな。結構面白いカードですね。バトルアプリセット完了。マジか、ガンガンミサイルかよ。あ、小手線これ、待って、やったな、時の限りのレベルがマックスだ。とりあえず全出ししてみた。なんか先行いけそうだったから全出ししてみました。まあでも取れなくてもまあ別に耐えられると思うけどね。いや、ガンガンミサイルだよね。そしたらでも固定で全部持ってかれちゃうかな。あ、持ってかれるわ。あぶね、これ先行取らないとアウトだった。これあれがあるわ、鍵がある。大猿で3000個点あるじゃん。そしたら4000、4000、8000、3000、1万1000のあ、無理だわ、ごめん。グレイビー3000個点持ってるから8000の2万超えますね。固定で2万超えますね。相手やっぱ時代は固定なのかな。さあ新グラフィックの、おーっとご飯がすごいかっこよくなってる。あ、すごい、こんなにパワーアップしてるとは。はい、先行来た、まさかの先行。しかもこれ多分だけど日差しアビリティ発動するんじゃないかな。さあ発動しろ発動しろ、よっしゃ来たー、強い強っ、最高それマジ。さらにさあオーダーの封印を解いていく。さあ入れよ、これバーダックっぽいね。はい、来たー、いけー、その身をかばせ、終わりだ。さあこれで3000固定でかいですね。なんかこれいいよね、そのバランスがすごい。敵チームのタイムブレイク発生だ。今までさちょっとバランスが崩壊してたからね、まあポルンガにせよゴッド玉にせよね、これはバランスがかなり整ってます。お望みのフルパワー、お望みのフルパワーだ。さあ行ってもらうよ。はい、白目白目、お前は俺に倒されるべきなんだ。いいんじゃないいいんじゃない、かなり調子いいよ。はい、クラチェンもやっぱ強いね。ほらシャレにならないよね彼って。しかも記録なんでしょ。はい、これで記録が相手もねスカスカの、防御もないですよね多分。はい、なんかこう考えるとあれっすね、スーパーサイヤ人伝説アプリ欲しいね。あれがないと逆になんか怖いなっていう。固定がなんか今の環境多すぎるから。でカードではさ、固定無効ってあんまいないじゃん、ジレンとかしかいないから。なんかそう考えるとありなのかなみたいな。あれがあった方がいいか、思いついたわ。 40% 軽減外してそれにするか、2ラウンド極限を外して固定無効にしようかな。
どっちが外した方がいいよね。まあ 40% 減かなって感じだけどね。どっちがいいんだろう。ボリュームが貫通なくなったからさ、 40% 減なんかちょっと欲しいけどね。ただ結局その貫通仮面が多いからあんま意味ないし、だったらそれ外そうか。はい、オラ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 、ストープロスト。さあこれはもうだいぶダメージも出てると思いますが、はい、乱戦じゃないのでこのまま KO です。ちょっとごめんね、悟空のさ効果全然発揮できなかったんだけど、どうしようかな、もう一回同じデッキでいく。ぶっちゃけもう必殺見れればいいんだけど、これはい、7万ダメージで KO です。あー、危なかったんですね。スーパードラゴンボールを手に入れたぞ。いや、まさかのね、普通に先行を取りに行く。やっぱこの、青木サイヤ人のね、悟空がね、めちゃくちゃ強い。マジ強い。マージですよ。この悟空がいることによって、ね、固定戦闘力を養えるので、7000制限とかにも対応しやすくなるし、固定向こう、まあ、アイオスでいるけどさ、あれも条件付きだから。で、なんならメテオが強いし、うん、ちょっとこれはこの環境でも結構使っていこうかなと思ってます。はい。さあ、それでは、ミッションモードの方を使って必殺技を見ていきたいと思います。そうですね、なんか、レッドリボン軍編っていうのができてて懐かしいね、なんか敵がこいつレッドリボン軍だ。あーそうだね、合体13号はなんかもうレッドリボン軍の最終兵器みたいなそんなポジションだった気がする。セルとどっちが強いの。さすがにセルか、さすがにセルの方が強い。タイムブレイクバトルで、このミッションではタイムブレイクバトルで戦えるぞ。このミッションにもう一回出す。まあセルでいいかな、セル。このミッションで、このミッションでは、はい、ドラゴンボールヒーローズの最初の敵ね。うん、セルを最初にするっていうのがまたねいいよね。フリーザとかじゃないんだって。レジェンドクリア条件だ。自分だったらフリーザにしてたかもしれないわで最初のアルティメットに悟空スーパーサイヤ人大目玉にして、であとフリーザとみたいなはい、とりあえずデッキはこんなんでね、とりあえず純粋に悟空の火力を見ていきたいです今回は。はい、ちなみにセリフに関してはこれその DR と同じなのかな、まあ新規ボイスではないのかなっていう感じです。はい、あ、ちなみにヒーローアバターなんですけど、これねまだ作りたてなんですよ。はい、めちゃくちゃ弱いっす。でのもこのアバターぶっちゃけ強くしないでいいかなって思ってて、要はまあ連呼用っていうのね、連呼するときに経験値がどっさり入ると思うんだけど、それもったいないなと思って、一応ね趣味アバっていう形で作ったんですよ。これサイヤ人女の子なんだけど、でクラスアップさせて、なんだろう、忍者みたいな腰組みなんじゃん、あれがすごい可愛いなと思ってさ、まああれを趣味アバにしたい。すぐに終わらせてやる。ゴッドでもいいかなと思ったんだけどね、まあやっぱ忍者コスがなんかニースを履いてて可愛いなみたいな感じ で、ね、ちょっとそれを連呼用にしようかなって。実戦では多分一切使わないと思うんですけど、アプリ厳選もしないし友情もあげないんだけど、まあそんな感じで使いたいなっていう。11000か、あーどうしようかな。いや気絶するよなこれ、したら16000。あーあこれで18000だ、よし合ってるね。あ3倍になったよ、18000で3倍だね。倒しちゃった、もうなんか全然ちょっとごめん、検証相手が欲しいマジで、今日一人なんですよね。いやーやっとここまで来た疲れた。いやー最大4倍ですね。もう本当にミッションのなんかちょうどいいステージを用意してほしいな。そろそろ倍増が通ってガードが空いてなくて体力が結構5万とかねあるようなステージ、昔で言うとこのまあゴッドボスかなんかのウィス超ボスかな、あれが体力4万あって何も妨害してこないっていうのがあって、なんかそういうやつが欲しい。そろそろないと検証ができないからさ、純粋に火力見たい時とかってそうしたいよねやっぱね。でもミッションってさ倍増消してきたりガード1にしたら絶好発動してきたりとか、なんかしら妨害くんだよね。
なんかそれが嫌だよ、まあそんなことはさておき、やっといけるかなっていう、ところまで来ました。はい、ラウンド4。あ、すごい、こんな戦闘力出んだ。はい、192,000。じゃあ行ってもらいましょう。いやー、長かったですね。実はここまで来るのにテイク4ぐらいかかってて、今4プレイ目ぐらいでようやくここまで来ました。はい、セレが意外と強くて耐久ができなかったり逆に倒しちゃったりとか、すごいそういうのがあってやっとここまで来れた。さあ火力はいかほど。うん、まあまあまあいいんじゃない。さあ必殺技がメテオインパクト、メテオインパクトってなんだっけ、あれかビッグバンミッション1段のアルティメットレア悟空かな、あれと同じ必殺技だよね多分。あ、違うかも。あ、やっぱそっか、それか。ちょ、待って。あれ？スーパードラゴンボールを手に入れたぞ。あれおかしいな。あれもっと強いはずなんだけど、あれ3万か。あれなんかさ、あれ係数落ちた、これ。これが今回のスコアだ。まあいいか。ということでね、まあ、今回は、ウルトラゴッド1段のアルティメット孫悟空使ってみました、いかがだったでしょうか。まあ、なんていうかね、もっと5万ぐらいの火力を期待してたんだけど、それはちょっと感覚ミスってるかな。単純に倍率で言うと、ね、究極バーストだけだからね。やはり君は本物の戦士だ。でもなんかパワー上がってる割にはそうでもなかった気がする。はい、まあスーパーヒーローもうそろそろ始まるので、なんか始まった後に、ね、人気出そうな1枚ですね。はい、ということでこちらの動画もね、もしよろしければチャンネル登録や高評価などもね、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。